ダグラス DC-4E ダグラス DC-4E とはアメリカ合衆国のダグラスやクラフト社が開発した大型レシプロ旅客機の試作機である。1935年から開発が始まり1938年に初飛行した。しかし結果的に旅客機として実用化されることはなく、試作機1機のみで開発計画は中止になった。 なお後に作られた DC-4 と名称が似ているが全く別の機体である。ユナイテッド航空のハンガーの前に中期する DC-4E ユナイテッド航空から出された DC-3 よりも大型な機体という要望に応えるための試作機として1935年からダグラス社としては初になるレシプロ4発エンジンを持つ大型旅客機として開発された。開発に際し、 ユナイテッド航空以外にもアメリカン航空やイースタン航空などが関心を示しており、開発費用として、それぞれの航空会社が10万ドルずつ援助していた。それだけ期待が大きかったとも言える。当時の大型機としては、珍しい3枚の垂直安定板をはじめ、様々な革新的なシステムを持ち込んだ DC-4E は、42名の乗客を乗せることができ、 また2機のエンジンだけで離陸することも可能だったという。1938年6月7日にサンタモニカのクローバーフィールド飛行場で初飛行し、翌1939年にかけて路線就航を前提とした評価飛行がユナイテッド航空により行われた。それによると操縦性能には特に問題は見られなかったが、 エンジン出力に比べ機体重量が重い上に機構が複雑すぎ、その維持管理にコストがかかるなど整備性及び経済性に問題があることが判明した。そのため DC-4E は試作機のみで開発が打ち切られ、改めてシンプルな機体を製作する計画がスタートした。これが後の DC-4 になるが、この試作機にはエクスペリメンタルイコール、 実験機の意味である E が付けられた。そのため DC-4E と DC-4 との間には名称以外に共通点はない。深山計画が中止になった DC-4E は1939年10月に大日本帝国海軍が購入した。海軍は中島飛行機に命じて本機を参考に海軍向けの13使用型陸上攻撃機、 深山の設計を行わせた。しかしながら、深山は DC-4E の欠点である重量超過と整備性の悪さをそのまま受け継いだため、同期は試作機のみで量産は実現せず、その後一部の機体が輸送機に改造され使用されただけで終わった。このため、深山は日本海軍機の中では失敗作とみなされている。パンフレットで解説された DC-4E の ケーキパネル。1938年なので DC-4 表記である。ありがとうございます。